はい、いつもご覧いただきましてありがとうございます。速稼塾の久保です。今日はしばらくね限定の動画ということで、速稼塾の塾生さんの中でもこのね動画に再生ボタンを押した方だけに先行してちょっとお伝えしておきます。これはね、私の動画も数万再生とかっていうのが最近ね、よくされるようになってきたんですよ。でチャンネル登録の数も毎日ね20人とか30人増えてきて、ここ1ヶ月でまた400人ぐらい増えたっていう形になってきてですね、どうもね私の発信する内容がまた次のフェーズに入ったかなと思うんですよね。まあ、ということで、あんまりみだりに、今回お話しすることを伝えていくと、ちょっと困ったことが起きるかなと思ったんで、限定でお送りしております。少なくともこれは2週間は限定のまんまにしようと思いますし、場合によっては1ヶ月とか限定しようかと思うんですけどね。じゃあどんな内容なのかと言いますと、それがですね、ロックアップっていう話を聞いたことありますかね。ロックアップっていうのは都市封鎖のことなんですよ。都市封鎖っていうと映画の中の話とかどっか遠い国の話のように聞こえますけども、実はですね主要都市の中ですでにロックアップがされてないその都市っていうのは日本、東京ぐらいなんですよ。他の国ってどうですかね。だから中国なんてのはまさに敵面ですよね。ロックアップが最も早かった、未だにされてます。上海もそうですしね、重慶もそうですしね、その他の都市もそうだと思います。でアメリカもロックアップされてるんですよ。カリフォルニア州とかね、大変ですよね。でロサンゼルスもロックアップされてますよ。ロサンゼルスも外出禁止令とか出てるわけですよ。で東南アジア諸国もね、マレーシアなんて入出国できないでしょ。オーストラリアもそうですよね。外国人が来ることもできないし、外国に出ることもできない。もうすごいですよね。その貿易が止まるんじゃないかっていう勢いですよね。エネルギーの供給はどうするんだとかね、石油はどうやって買うんだとか、本当国交ができなくなって世界中が鎖国しているような状態で、お互いの国に警戒感を持っているってことですよね。でロックアップが起きるとどうなるのかっていうことなんですけども、非常に恐ろしいことがあります。皆さんはね計画停電っていうのを覚えてらっしゃいますかね。もう忘れちゃいましたかね。計画停電ってものは ある地区ある時間を区切って順番に電気を止めますよってことなんですよ。これもある意味ね、ロックアップに近い状態なんですよ。都市封鎖に。ということで、日本で起きる都市封鎖、いきなり東京に外出禁止令が出ることはないでしょう。ただですね、深夜は外出を控えてくださいねと、土日はちょっとやめてくださいね、みたいなことは起きると思います。その前触れとして多くの方は気づいてないですけども、大人数が集まるようなイベントは開催を自粛してくださいね、みたいなことが、もうロックアップの本当にね、練習みたいなもんなんですよ。この度 K1 の大会が強行されたことに埼玉の県知事とかがねちょっと不快感を表したりとか、それから多くの方が K1 の主催に対して、いわゆる叩いていましたけどもね。でもやっぱりね、強制力がない間はそれはやる人も出てきますよ。でやる人に対して国民が叩くみたいなことをすれば、やる意欲がある人もやらなくなってくるんですよね。そういう形で国が強く要請しなくても強制しなくてもですね、こういうふうな都市封鎖ってのは緩やかに起きてくるんですよ。自分たちが我慢してるのになんでお前だけ我慢しないんだみたいな同調圧力もあるでしょう、ね、こういうふうな国民の心理を巧みに利用して要請という形でですね、強制力のない自粛を呼びかけることによって、まずは国民同士の相互監視を高めているのが、このねロックアップの前段階なんですよ。さあそれでですね、ロックアップ都市封鎖が起きたらどんなことが起きるのかってことなんですけども、皆さんが出勤はできなくなります。もしかしたら電車も使うなって言われるかもしれません。車での外出が禁止になるかもしれません。そしてですね、一家族一人だけが許可を得てスーパーとか特定の銀行とかに行くことが許されるみたいなこともあるかもしれません。いや銀行でね入出金が停止ってこともあります。銀行が取引を停止するってのは金融庁が指示を出したら一発ですから、全ての金融機関は金融庁のね指示のもとに働いてますから一発ですよ。どの銀行もです。そうなると皆さんは現金をいくらかね手元に残しておかなければ身動き取れなくなっちゃいます。まあキャッシュレス決済も OK だと思いますけども、キャッシュレス決済も一気に止められるっていう可能性もありますからね。ということでタンスにお金を入れておくってことは必要になってくるかもしれませんね。それから食料です。大事なことは食料の備蓄が必要なのかもしれないです。もうこうなったら、食料の備蓄は少なくとも2週間、長ければ1ヶ月分とかね。水も必要ですよ。
で、私はすでにもうお見せしてますけども、相当数の備蓄をしておりますんで、しかも昨日も買い増してます。なぜならこのロックアップっていうのが、東京だけ起きてないことに非常にね、不快感というか違和感があるんですよ。それはなぜかっていうと、なんで東京だけ日本だけ起きてないかっていうと、これはね、東京オリンピックが関わってきますね。それは明白ですよね。そして東京オリンピック IOC をはじめとしてですね、どうだったかな、まあ、ちょっと各大手メディアがね、実は流してきた情報があります。それはですね、ロイターがね、匿名を条件に漏洩した情報があります。それはですね、東京オリンピックの正常な運行は不可能ということですよ。安倍総理は完全な形で東京オリンピックをやるって言いますけども、あの言った時点でですね、それができないってことがはっきりと分かっているのにあの発言をしてるんですよ。恐ろしいですよね。で、IOC の指示のもとできなくなったという方便を使おうとしているのは、やっぱ大人の事情と言いますかね、やっぱり保証金の問題とかね、弁済の問題があるからなんですよ。で、なるべく日本としてはやりたかったけども仕方なく、他の国の要請があってできなくなったという、この要請というものをね、使っていこうとしてるんですよ。だって日本国民は要請とか自粛って言われたら自分たちもその通りにしちゃうから、だったら政府がその要請とか自粛に応じるのもしょうがないよね、他の国もそうやってるもんねっていうことで納得せざるを得ない状況なんですよね。で、都市封鎖っていうのが徐々に起きるというシナリオも私は書かれます。なぜなら緊急事態条項もすでに法案を成立して施行されてるからなんですよ、ね、政府が緊急事態と認めてる限り国民の財産を差し押さえたりとか没収したりとか買い付けたりとか土地を使うことができるんですよ、許可なくね。どうでしょうかね。こういったことが一歩一歩詰将棋のように今まで行われてきて、ついに東京オリンピックというタガが外れるとですね、じゃあ世界中が都市封鎖をしてますんで我が国でもやりましょうということになってくると思うんですよね。都市封鎖ってのは起きなければ本当にね、私のタワゴで済むんですけども、起きる可能性が高いですね。で、そのためにこの動画を見てる方には食料の備蓄をしといてもらいたいな、水の備蓄、エネルギーの確保、そういうのをしといてもらいたいと思います。で、なるべくなら車をお持ちの方はガソリンはいつもね、満タンにしといてください。動かすことはないと思いますけども、ただ入れれるうちに入れといた方がいいです。皆さんがね、ガソリンスタンドに殺到する頃に行列作っても時間がすごいロスなんですよ。そのガソリンを入れる間の時間、20分、30分、1時間の間に他の緊急措置がいくらでもできるわけですよね、まあ、ですんで、もうガソリンを常に満タンにしておく、もうね、3分の2ぐらいになったらまた満タンにするみたいなことでいいと思います、それを近いうちから習慣づけた方がいいと思うんですよね。もしくはもう車を諦めてガソリンが減っても入れずに緊急時には車を使わない、自転車にするという選択を今から考えておくっていうのもありかもしれないですね。で、もしかしたらこのね、東京のロックアップが完了すると世界中の都市がもうこれロックアップ、主要都市がされちゃいますから、こっからですね、景気の減退とおそらくですけども1929年、100年前以来の世界恐慌、第二次世界恐慌が起きる可能性があります。その時に私たちは何ができるかなと、はっきり言って何もできないかもしれません。ただその覚悟はいるのかなと思います。その覚悟とともにですね、一日一日を大切に楽しく生きていく、それはね、ぜひしておいていただきたいと思います。今生活に追われている方も多いと思いますけども、もしかしたらですよ、まさかってことが起きる人生っていうのがこの世の中ですから、その世界恐慌がね、まだ起きないとも限らないんですよ。この世界恐慌っていうのは今回は結構ね、深刻でですね、グローバリゼーションといいますか、地球一個が通信とか交通によって結ばれた時に起きる世界恐慌っていうのは、これはね、大きますからね、かなり長い間になるんじゃないですかね。やっぱり第一次産業も停滞してですね、輸入に至らないところがある、そして輸出する国っていうのが、その輸出に対して高値を吹っかけてくるってこともありますし、その時に強硬な路線を取ってくることもあります。例えばある大きな国がですね、日本にじゃあ食料、小麦をですね、輸出してあげるからこの島をくださいねっていうふうな交換条件を出さないとも限らないわけですよ、ね、そのぐらい我が国っていうのは多くの国に依存しているところがあります。もともとは日本内需の国でしたけども、インバウンドをはじめとして今ね、外需の国になっちゃったんですよ。
まあ、ですので大事なことは全て外国に依存しているようになっています。国民の思考も外国に依存しているわけですよ。日本の古式ゆかしい思考を持っている人とかね、そういう人はほとんどいなくなってきたんではないかなと思うんですよ。まあ、それを原理主義といって排除してきたところがあると思います。何でもね、西洋文化、中東文化、アジア文化、ヨーロッパ、欧州に並ぶ、そういうことではないんですよ。やっぱり日本でずっと他の国と関わりを持たずに日本は独立した国としてねやってきた、まあ、その大和魂ではないんですけども、その鎖国してすら国の中で豊かさをずっとね培ってきた、そんな時代を手放してですね、外国依存を使ってしまった、そのツケが今来てるんじゃないかなと思うんですよ。まあでもね、まだまだ独立は保てているとはいえ一定の支配がありますし、特にエネルギーをね他の国からもらわないとやっていけないっていう風な世界に足を踏み入れちゃったわけですよね。それまではエネルギーがなくても私たちは焚き火を焚いたりね、それから夜になったら寝たりとかっていうので、江戸時代みたいな省エネの暮らしを実現したわけですよ。そして急速に私たちの国が発展して豊かになって文化が育ったのはまさに江戸時代だったわけですよね。だからね、明治維新っていうのはとっても私たちに大きな夢をもたらしてくれましたけども、と同時にですね、大きなリスクも背負わせてくれたのかなというところですよね。そのリスクを私たちは知っていながら気づかないふりをしてここまで来ちゃったっていうのが、今回ね世界中を取り巻く環境が教えてくれていることなんじゃないかなと思いますよね。ちょっと難しい話になっちゃったんで分かんなくなっちゃいましたけども、まとめて言いますとね、東京オリンピックは行われません、少なくとも延期もしくは中止、そしてその決定が伝達された時にロックアップが始まる可能性が急激に高まるということです、ね、ですので2021年の今ぐらいの時期まででいいんで、1年間限定でいいんで、食料と水の備蓄、そしてエネルギーの確保、これをね意識していただきたいと思いまして、長々と動画を作らせていただきました。ここまで見ていただいてありがとうございます。本当に何もなくね、爽やかにまた日常が戻ってくることを私も望んでおります。でもやっぱり一寸先は闇、何が起こるか分かりません。特に私たちの人生はよくわからない人に握られてますんでね、かなり自由度は低いです。私たちはその中でもね、できることをやっていきましょう。最悪の時も最善を尽くしていくこと、それが私たちのできるね最後の抵抗なんではないかなと思います。それではね、今回は以上です。ありがとうございました。